ちは、相田ゆめです。今日はこちらのポポンデッタに遊びに来ました。走らせることができるんですね、はい、自慢の車両を持ち込んでいただいて走らせるのが基本なんですけども、ただ持ってない方でもこれから始めてみようかなって人でもちょっと試しに、はい、レンタル車両もありますので、はい、持ってなくても借りて、持ってなくても、はい、突然やることも、ここですね、であとは緩めたりして止めたいところに止めるっていう、もう一回やります。もう一回です。一つ取ってもちょっとなんか洒落た感じだったり、スケールアップしてしまう。聞いてください、こんなに大きい。ちょっと思ってて、今 L ゲージサイズ持ってます、はい、全くの初心者の方でも、はい、ゼロからスタートしてこれを作り上げて持って帰っていただくというような、すごいですね。一番人気のある雪はテーマで、皆様作り方がよくわからないっていうのと、あと出来栄えもかなり雪ですと雰囲気がロマンス。とても難しそうですけど、作れますかね。じゃあちょっと聞いてみたい。小学生さんでも必ず完成して帰っていただけますので、ご安心して、はい、あ、そうなんですか。はい、ご安心していただきます。すごいですね。私と違って優しく教えてくれますので、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは最後に、番組をご覧の皆様に挨拶をお願いいたします。はい、鉄道模型が好きな人も、まあ、好きじゃない方もミニチュアの世界ってとても面白い世界だと思いますので、ぜひ余裕がありましたらうちのお店でその楽しいミニチュアの世界に触れていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは